ってきました闇市場。月に一度メジャーで開かれる闇の市場。ここでは普段手に入らない面白いアイテムが売ってるんですよね。そういうこと。前回買った福袋はハズレだったけど、今回はいいものが売ってることを期待。ということで早速チェケラするぜん。さてさて、どんな商品があるのかな。おお、カボチャがいっぱいぜん。そういえばもうすぐハロウィンですもんね。なるほど、だからこんなにカボチャを置いてるのか。次はこっちをチェケラしてみるぜん。これはクリスタルですね。クリスタルは興味ないな。さて、こっちは？おお、なんかぶつぶつ怪しいのさ。これはちょっと気になりますね。ああ、ここは第一候補かもしれないのさ。先に他の店もチェケラしておこっと。ここは食器屋さんかな？そうみたいです。魔女が使えそうなものがいろいろ置いてますね。確かに確かに。あ、ここは前福袋を売ってたところなのさ。これはボタンですか？そうみたいじゃん。破壊神クロエ様、嫉妬の妖精様、いらっしゃいませ。またこうしてお会いできて光栄です。ほう、ちゃんとあたいたちのこと覚えてたのか。もちろんです。あんた今回はボタンを売ってるんだな。このボタンは一体何なんだい？これはランダムボタン。押すと様々な効果を発動します。私的にはとても面白いアイテムだと思うのですが、なかなか売れなくて、今回は何種類かを箱に入れてセットで売ってるんですよ。なるほど、ランダムボタンか。まあ子供が遊ぶおもちゃとしては面白いかもしれませんね。子供のおもちゃ。ちなみに様々な効果ってどんなのがあるんだい？それは実際に使ってからのお楽しみです。あんた福袋の時もそんなこと言ってたな。ああ、教えてくれないならいいや。あたい帰っちゃうもん。帰っちゃうもん。ちょ、待ってください。わかりました。教えますから。にやり。例えばサンプルとして置いてるこのボタン。これは破壊ボタンとなっております。破壊だって？破壊神父へ聞く。破壊ってあの破壊かい？はい、あの破壊です。ボンドカーンバリバリーの破壊かい？ボンドカーンバリバリーの破壊です。お買い上げじゃん。破壊神様のクレジットカード。ありがとうございます。なるほど、ふむふむ。これ思ったより面白そうなのさ。でも一体何に使うんです？どの効果もクロエ様の力があればできそうなことばっかりじゃないですか。確かに、なんか面白い使い道ないかな。そうだ、こんな時はあれを使うのさ。あれって何です？何でも教えてくれる万能 AI コピット GPT。神様が AI に頼る時代。これって確か人工知能を使ったチャットサービスでしたっけ？神様が AI に頼っていいんですか？ふっふっふ、神様も日々進化してるのさ。こういう最新のサービスも積極的に利用していかないと、時代に置いていかれちゃうじゃん。なるほど、神様も大変ですね。それじゃあ早速使ってみるのさ。ランダムボタンを使って何か面白いことを考えてくださいっと。もう返事が来ましたよ。さすがコピット GPT。なになに？おお、これめちゃくちゃ面白いじゃん。でもこんなことしたらまた怒られるんじゃないですか？そんなのどうでもいいのさ。あたいが楽しいか楽しくないか、それが重要。ということで早速準備するのさ。嫉妬の妖精ちゃんも手伝っておくれ。仕方がないですね。ふう、これで洗濯も終わりっと。今日はすごく天気がいいからすぐに乾きそうね。あら、誰かしら。はい、今行きます。今日って誰か来る予定あったかしら。特に何も聞いてないのよね。まあいいわ、急いでこっちから玄関に向かってっと。あら、郵便局の人だわ。お待たせしてすみませんでした。大丈夫ですよ。これ速達のお手紙です。速達のお手紙？珍しいわね。誰からかしら。あ、配達ありがとうございます。いえいえ、それじゃあ私はこれで。お手紙なんてほんと珍しい。しかもこれうちの住所は書いてるけど誰宛てかは書いてないのよね。危険なものが入ってたら大変だからここで中を確認してみようかしら。よかった、普通のお手紙だったわ。なになに？お前たちは選ばれた。今すぐここに来い。来なければこの星を破壊する。ゴッド系より、この星を破壊？大変大変、この星が破壊されちゃう。みんな大変、この星の危機よ。ゴッド系、怪しい匂いがプンプンするんよ。星の臭いですか？そういう意味じゃないんだぜ。ねえ、これどうする？警察に行った方がいいかしら。でもいたずらの可能性もないとは言えんし、何か事件が起きたわけじゃないからな。でももし本当にこの星を破壊されちゃったら二度とコンペイトーが食べられないのです。まずは自分の命の心配をしろ。っていうかこれ言った方がいいと思うぜ。マリサはこの手紙の内容がほんまやと思ってるん？マリサがこういうの信じるの珍しいわね。いや、だって、これクロエからの手紙だろ？これ書いたのクロエちゃんなの？全然わからんかった。マリサなんでわかったですか？逆になんでわからないんだ？クロエからの手紙だってわかった人はチャンネル登録と高評価よろしくなんだぜ。あと動画を見終わったらぜひ感想をコメントしてくれよな。さあ、クロエの機嫌が悪くなる前に手紙に書かれてる場所に行くぞ。星の滝選ばれし者。またクロエのくだらないお遊びが始まりますの。
すごく大きな木なのです。クロエちゃんどこにいるのかしら。あら、皆さんどうしてここに。この声は、シロナちゃんなんよ。選ばれし者は他にもいたですか。もしかして皆さんもクロエから手紙が来ましたの。ああ、そういうことなんだぜ。シロナちゃんもあの手紙を見てクロエちゃんだってすぐわかったの。クロエとは長い付き合いですから。長い付き合いすごすぎた。知り合いだったらすぐわかるって。お前たち逃げずによくぞ来た。あ、本人登場だ。本日はお集まりいただきありがとうございます。これよりゴッド系主催の破壊ゲームを開催します。クロエちゃんお面に合ってる。ゲームワクワク、正体バレてるし全然怖がってない。今回お前たちにやってもらうのは破壊ゲームランダムボタン編。5分以内に正解のボタンを押さなければこの星を破壊する。ステージは全部で3つ。メインとして参加できるのは2人だ。説明は以上。せいぜい破壊されないよう頑張るんだね。もし破壊されちゃったらシロナちゃん直してくれるですか？できますけれど星1つとなるとかなり時間がかかりますの。それに体力もかなり消耗しますからできれば破壊は避けたいところです。じゃあまたクロエちゃんのお父さん呼んでやめてもらう？星のゲームしたいのです。失敗したらしばらくコンペイトを食べられなくなるんだぞ。あんたたちもうちょっと怖がってくれよ。怖いよ。助けてー。にっこり。とりあえずやれるだけのことはやりましょう。メインのプレイヤーは2人でしたね。私立候補してもいいですか？もちろんなんよ。星野もやりたいのです。クロエちゃん主催といっても危険なゲームよ。マリサとかに頼んだ方がいいんじゃ。星野ゲームしたいのです。落ち着け落ち着け。じゃあ私が星野のサポートとしてついていくんだぜ。それならいいだろ。まあマリサが一緒なら。マリサ大好き。じゃあ私はシロナちゃんのサポートにつこうかな。ユリカちゃんありがとうございます。二人ずつのペア、あ、じゃあ私は、クロエちゃんと一緒に観戦しよっと。なんでこっちに来るんだよ。まあいいや、準備ができたら木の下にあるボタンを押してほしいのさ。そうしたらゲームスタートじゃん。わかり申した。星野やる気もりもりなのです。シロナちゃん準備はいいですか？大丈夫ですの。それじゃあ木の下に行くのです。この黒いボタンかな？星野押していいですか？押しちゃってください。ポチッとな。おー、ワープしました。第1ステージは雪の中じゃん。5分以内に破壊を停止するボタンを押せればあんたたちの勝ちなのさ。ちなみに今回はランダムボタンを複数設置してる。つまり破壊停止ボタン以外にもいろんな効果を発動するボタンがあるのさ。簡単に言うと外れのボタンってことね。そういうこと。さあ、時間はどんどん進んでるのさ。それじゃあ破壊ゲームスタート。クロエのくせにすごく手の込んだステージ。私は飛ぶことができますから星野ちゃんは家の中をお願いします。うむ、星野頑張るマン。では行きますの。うわ、絶対ボタン見つけるぞ。急ぎすぎて転ばないようにな。気をつけます。まずはお家の外をしっかりチェケラ。ボタンは小さくて見つけにくいからよーく見るのです。星野ちゃん一生懸命探してますの。私も頑張って見つけなければ。シロナちゃんファイトなんよ。ユリカちゃん応援ありがとうございます。あら、早速ボタンがありましたの。黒いボタンかなり目立つんよ。これはラッキーですの。それではポチッと。熱い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 。早くお水の中に。ふう、びっくりした。あー、はっはっは。早速シロナがハズレを押したのさ。ハズレはこういう感じなのね。星野大丈夫かしら。それじゃあお家に入るのです。お邪魔します。そしてチェケラ失礼します。何もなし。開けたら閉める。こっちも閉める。開けたら閉めるをしてる余裕はないと思うぞ。でも開けたら閉めてねっていつも霊夢に言われてるのです。だから星野はちゃんと開けたら閉めるマンでいたいのです。言われたこと守ってるのは確かにいいことなんだが。むむむむむ。ボタン、ボタン。このお部屋にもボタンはなさそうなのです。ということで次はこっちのお部屋をチェケラ。部屋が何個もあると探すの大変だな。ですです。でも星野絶対に見つけるのだ。むむ、やったぜ星野、ボタンだ。星野もしかしてボタン探すの上手？ポチッとな。うおー、太陽ゾンビー。どうしようどうしよう。星野何も装備してないから弱々なのです。チェストの中に何か入ってないか？ダイヤモンドの剣あった。星野戦闘モードに入ります。うおー、狭いから戦いにくそうだな。多分全員上に上がってきてるから一旦下に降りて外で戦ってもいいぞ。そんな余裕ござ。星野弱々。星野も穴に引っかかったー。楽しすぎるのさ。星野を。お家の中が騒がしいですの。あれはゾンビ？星野ちゃん。まさかあんな罠もあるなんて怖すぎるんよ。さっきのマグマといいこれは油断できませんの。よー。あ、星野ちゃん復活。私も引き続き外でボタンを探しますの。なかなか見つかりません。屋根の上とかどうかな？確かにまだしっかりと調べてませんの。では屋根の上に行ってみましょう。ありましたの。こんなところにあったんや。無事見つかってよかったです。ポチッと、怒ってるハチさんが出てきましたのー。この前やった宝探しの時に出てきたハチさんと同じなんよ。ユリカちゃんどうして隠れてますの？虫はちょっと。あ、そうでした。ハチさんご
めんなさい。あなたたちは何も悪くないのですが倒させていただきますの。ないなぁ、ないなぁ。残り時間半分切ってるんだぜ。急がないとまずいぞ。そう言われましても、あ、シロナちゃんだ。シロナちゃんボタンありましたか？二つ見つけましたがどちらも外れでしたの。なるほど、ふむふむ。私たちはまだ一つしか見つけてないって。外には二つあった。さすがにまだ外にあるって可能性は低いと思うんだぜ。星のご理解。およ、ここだけランタンがないのです。むむ。星のどうした？マリサ見てみて、ボタンです。わかりづら。押してみるのです。ポチッとな。やった、正解のボタンだ。星のやりました。星のよく頑張ったわ。悔しい。次のステージは砂漠なのさ。ステージはちょっとずつ難しくなってるから気を抜かないことだな。今回もハズレのボタンがあるの？もちろん、楽しい楽しい罠がいっぱいなのさ。心配だな。それじゃあ破壊ゲーム第2ステージスタート。今回は星野がお外を探すのです。では私はピラミッドの中を探してきますの。うむ、お任せしました。よし、今回も星野が正解のボタンを見つけてみせるのです。星野ファイトなんだぜ。ありがとうなのです。まずはこの上をチェケラ。しっかりムムムして探すのです。次はお水の中をチェケラ。もしかしたら隠し通路とかあるかもしれぬです。確かに、ちょっとずつ難しくなってるって言ってたもんな。そういうこと。おお、ボタン発見しました。すげえわかりやすいところにあった。それではポチッとな。びっくりした。ボタンを押すときは慎重に。ピラミッドの周りは何もなさそうです。それでは中に入ってみますの。いきなり落ちるんか。まあ空を飛べる私にとってはこれくらいどうってことありません。あら、安全に降りられるようになっていたのですね。さてと、それではボタンを探しますの。なんか不気味な雰囲気やね。ミイラとか出てきたらどうしよう。私がいるのでご安心ください。それにしてもこのお部屋特に何もありませんの。そういえば壁に不自然に色が違うブロックがあるんよ。色が違うブロック、ここのことですか？確かにここだけ明るい気がしますの。あ、これってもしかすると隠し通路になっていました。ゆりかちゃんありがとうございます。えへへ、お役に立ててよかったんよ。そしてまたここにも道がありました。この部屋にはボタンはなさそうなのでどんどん進みますの。ピラミッドの中結構広いんやね。かなり作り込まれているようですの。さてと、別の部屋に到着しました。蜘蛛の巣だらけ。わわ、骸骨の顔もある。いかにもクロエが好きそうな雰囲気です。あら、あんなところにボタンが。やったやった、これは絶対正解のボタンなんよ。それではポチッと。もう一回遊べるドン。遊べるドンじゃありませんの。せっかく奥まで進んだのに。ボタン全然見つからぬ。およ、あそこにいるのはシロナちゃん。シロナはピラミッドの中を探してくれてるんだよな。なんであんなところにいるんだ？なんかすごくプリプリしてます。お、怪しい隙間。蜘蛛の巣に引っかかっちゃった。急いで抜け出すんだ。抜け、だ、したい。よいしょ、やった、ボタンありました。星のナイス。ポチッとな。あちちちちち、高さがあるから抜け出せぬ。焼きたての星野はいかがですか？そんなこと言ってる場合か。怪しいところは大体調べましたが全然見つかりませんの。とりあえず奥の部屋まで戻ってきました。あと怪しいところといえばここ。鉄格子と蜘蛛の巣の間から中に入れそうやない？確かに、ちょっと行ってみますか。ボタンがありましたの。あんなところにあったんか。これは見逃しちゃうんよ。ゆりかちゃんのおかげで見つけることができました。う、蜘蛛の巣が。よし、それではポチッとします。やったやった、クリアなんよ。嬉しいですの。悔しい悔しい悔しい。クロエちゃんが荒ぶっておる。だがしかし次のステージはどうかな？最終ステージは小さな村。最終ステージということで難易度をグググーンと上げさせてもらったのさ。さあ、最後まで値を楽しませてくれよ。星野とシロナちゃん頑張ってね。破壊ゲーム最終ステージスタート。星野最後も頑張るのです。絶対に破壊を阻止してみせますの。うわぁ、行くぞー。星野ちゃんはあっちに行ったので私はこっちに行きます。今回のステージは家が2軒あるんやね。最終ステージですからおそらく探すところは多いのでしょう。5分しかありませんからあまり同じ場所に時間をかけていられませんの。あ、豚さんがおる。ここは豚さんのお家だったのですね。ここは見るところが少なそうなのでパパッと見て次に行きましょう。豚さんこんにちは、シロナ。あ、はっはっは、シロナがシロナ豚を見つけてくれたのさ。誰が豚ですって？ひぃ。まったくクロエったら。さてと、次のお家に来ました。さすがにこのお家の中に一つくらいはボタンがあると思いますの。このお部屋にはなさそうです。奥の部屋にも行ってみるんよ。そうですね。さて、こっちのお部屋はどうでしょう。やっぱりボタンがありました。シロナちゃんの予想通り。ポチッと。あら、何も起き、おや？またシロナちゃんがワープしてます。一体シロナに何があったんだ？あ、あそこだけ色が違うのです。こういう壁は通れるのがコキプラではおなじみ。やっぱり通れた。へえ、ここは洞窟になってるのか。こんな複雑な
地形で小さなボタンを探せと。クロエの言う通り難易度はかなり上がってるみたいなんだぜ。よーくむむむして、お、ボタンあった。今回は石のボタンか。これは見つけにくいんだぜ。ポチッとな。おや、これってまさか蜘蛛の巣に愛されし星の。抜け出せるか。出れた。全然見つかりませんの。もう残り時間少ないのに。さすが最終ステージ、今までみたいにはいかないみたいやね。あら、あれはもしかしてボタンあった。これはわかりづらいですの。ポチッと。まあ、あた8さんですの。8に愛されしかみ。もういい加減にしてください。星のマジで時間ないぞ。わわわ、わかっておる。おや、はしごだ。これで崖の上に行けるんじゃねえか。ここに来て新たな道が開かれた。急げ急げ、また蜘蛛の巣に愛される。ボタン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 、いたらお返事ください。返事くれたらこんなに苦労しねえっての。ボタンあった。押した。お返事なし。あっちにもある。まずいな。これどれが正解なんだ。星の上処理モードで全部ポチポチするのです。ああ、そうするんだぜ。次はこれだ。星のとしろなちゃんの勝ち。クリアしすぎる。無事に破壊を阻止できてよかったぜ。星野としろなちゃんお疲れ様なんよ。えっけん、星野まだまだ遊べるどん。ゆりかちゃんとまりさちゃんもサポートしてくれてありがとうございました。はぁ、あ、破壊失敗か。でもなかなか面白かったのさ。破壊は嫌だけどゲームとして私も見てて楽しかったわ。ゲーム楽しんでくれたのかい。うん、破壊は嫌だけどね。破壊ゲーム大好評につき早速第2弾も考えなきゃ。破壊は嫌だけどね。これをポチッとですか？ポチッとですの。星のご飯できたんよ。あ、シロナちゃんこんにちは。こんにちはですの。二人がここにおるの珍しいね。何してたん？シロナちゃんにすごくいいもの作ってもらったのです。すごくいいもの？それでは早速、ポチッとな。アホ毛が入るアホ毛ボタンです。どこに需要あるん？